メタナイトの逆襲、戦艦ハルバード艦内。これね、星のカービィスーパーデラックスっていうスーパーファミコンのソフトがあるんだけれども、それのね、メタナイトの逆襲っていうモードの、再現コースなんだよね。クオリティがめちゃめちゃ高かったんで、皆さんにも紹介したいと思いまーす。さあ、レール演奏で始まって。よいしょ。さあ、降りて。見た目もね、ちゃんと戦艦っぽくなってるのがすごいよね。さあ、キノコをゲットとして、曲がすごい曲が。待てよ。こいつが1、2、メタナイト並みの強さ。待てよ。上に行く。オッケー、いいよ。いや、曲すごくない？ほら。曲すごいよね、マジで。待ってよ。急げ。1、2、ここ。あー、やっちゃった。大丈夫これ。あ、これエレベーターだ。大丈夫これ。死にたくない。よし。さあ、上に行って。これは？あ、これもキノコゲット。ブンブンさんがいるけど、ブンブンさんは逃げていく。よいしょ。こっちか。右に行って、左に行って。うわ、むず。よいしょ。針に当たりそうなんだけど。よし。上に行ってからの、こっちか。1、あむずい。1、2、3と、あれ時間制限か時間制限かだ。あ、時間制限っぽいね。これで、急いで、時間制限内にこっちに行けと。こういうギミックだ。よいしょ。で、からの、これはあ、な、こいついるけど。よいしょ。ほい。カメック邪魔だな。よいしょ。ほい。カメックとりあえずまた倒す。これ出てくるかな、こいつ。おい、おいで。あそこの旗のブロックが気になるからおいで。よいしょ。ここ、よし、あと一回。あ、登ってくる？あ、待って、これ、こう。オッケー。あ、でも鍵は持ってないんだね。鍵は持ってない。一躍ポケット。いや、このさ、速い演奏をよくできるよね、レール演奏で。あ、これ隠しでしょ、隠し。やった。隠しだ。やった。なにこれ。上に行ってからの、あ、隠しルートあった、そういえば。カービィ本家にもあったわ、確かに。あ、ありがとう、隠し。コインいっぱいゲットして、一応ポケット。あ、すると、これなんかあるでしょ。はい。あ、一応ゲットありがとう。じゃあ、こちらに入る。またレール演奏かな？またレール演奏が、今度は別のレール演奏開始かな？おっと、危ない。なんかね、ヘビーロブスターがいるっていう話なんだよね。よいしょ。ちょ、危ない。いや、この曲の再現度やばいよね。完全にヘビーロブスターじゃん、この再現。すごっ。さあ、勝負だ、ヘビーロブスター。ヘビーロブスターを、クッパジュニアが操作してる。逃げろ。ちょ、待って。攻撃が激しいぞ。オッケー、回避。いや、これはね、この再現度は感動する、マジで。さあ、どんどん迫ってくるけど、なんとか逃げて。そうそう、ヘビロブスターさ、原作も、こうやってまず最初に逃げるんだよね。ヘビーロブスターがどんどん追ってきて逃げていくんだけど、その再現からしっかり。でもってそう、上に今度は上がるんだよね。いや、再現度やば。再現度やばすぎんか。上に上がっていって、ててボス戦が開始する。いや、これクオリティマジでやばいよね。どうしたらいい。あったこいつだ。用意しまってもらってね。こいつだ。ここ、あー、待って、こいつをゲットしたい。よし。これで、ドカン。あー、ミスった、ドカン。あー、待って、難しいぞ。この辺、ドカン。あー、ドカン。あー、この辺か。多分この辺。来い！来たー、まず一発。でもって次が、待てよ。あー、激しい攻撃が。あ、ちょっと待って、危ない。待って。あれ、どうしたらいい。あ、よかった。あー、ここがすごいよね。このオフブロックでさ、一回足をなくして、それで固定させてさ、それで上に行くっていう、パックンの、羽パックンでさ、上がっていってさ、
いや、ここの仕掛けマジで天才だと思う。よいしょ。OK、でもってさあ勝負だ。くらえ。あ、待て待て待て、あ、待て、あ、待てよ。ここだ。あー、ここだ。あー、くそ。ここで合ってるはず。くらえっと、かーん、まず一発。次がここか。2発。あー、くそ。2発目が。いや、強いぞ、ヘビーロブスター。いや、原作も強かったけどさ。フラワーが欲しい、フラワーが。来た来た来た、フラワー。危な、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 危な。と、かーん、2発目。次はあっちに行くのか。あっちに行って、よいしょ。オッケー。これでもう一発。さらに、ここ、とかーん。あ、で、持って、あ、こうか。で、持って、ジュニアが出てきて、それでこっちに襲ってくるのか。痛い。ジュニアが操作してたってことだよね、だから。ジュニアが操作してて、それを倒すっていうような感じだ。いや、演出もめっちゃおしゃれ。さあ、来い、ジュニア。痛い。さあ、あと一回、待てよ。気をつけて。いや、弾幕が結構あるぞ。気をつけて。オッケー、終わりだ。と、完成。ジュニア撃破。するとクリアができましたと。この辺は何もないかな。探索一応してみて何もなさそうだね。じゃああとはゴールしましょと。はい、ということで、まさかの星のカービィスーパーデラックスのメタナイトの逆襲再現コース。いや、ヘビーロブスターの再現度やばかったね。音楽もめちゃめちゃかっこよかった。皆さんもよければ遊んでみてください。1画面で4つのコースを味わえるコース。1画面で4つの、おお、何が起きた。何やら複雑な仕掛けっぽくなってるけど、まずどこに行ける、行けるところまず探す。ここ。あ、これ最初謎解きってこと。これが謎解きかな。今これ謎解きしてるぽいよね。謎解きしてて、ここに入ればいいの。謎解きしました。なるほど、これボスバトルってこと。あ、面白いな。同じ場所で変わるってこと。ジャンルが変わるの。あ、これ面白い。いや、これアイデアめちゃめちゃ面白いじゃん。ブンブン回って、こいつはまあとりあえず確実に倒す。2回目がだからボスバトルってことだね。最初が謎解き、次がボスバトルで、これで入れるのが次ここしかないから、ここに入ると。するとまた左から出てきて、おお、何これ。これスタンダードかな。これ、ああ、これがだからスタンダードってことかな。あ、しかも前の扉には入れなくなってるね。うわ、いいな、工夫がすごいな。で、3つ目がスタンダードか。スタンダードで、よいしょ、危ない。こいつを倒して、急いでここに入ると、これでスタンダードもクリアってことかな。で、さらに4つ目がなんだこれ、何これ、ボスバトルか。またボスバトルかな。4つ目、これボスバトルっぽいね。ドーン、オッケー。こいつを倒して、このドクロはもう触れても意味ないか。意味なさそうだな。避けて。さあ、こいつを倒す。危ない。ジャンプ、ドカン。オッケー、倒したー。これで無事に倒すことができたので、ここに入ればいいのか。ここに入ると。いや、すごい。同じ画面でジャンル変わるって面白いな。あ、いいねー。これで10コインゲットしてから、1アップゴールができない。いや、これ斬新だったね。場所が違えばさ、いくらでもできるんだけど、同じ場所を使って、しかも1画面っていう狭い中で4つのジャンルを味わえるっていうのは面白かったね。はい、ということで、1画面で4つのコースを味わえるコース。皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。